はいどうも、ビバです。突然ですが、間違い探し。皆さん、この4つのアクアリウム用品、違いは分かりますか？この商品は、ニストーさんから出ている小型薄型タイプの水槽用のヒーターです。過去に当チャンネルでもレビュー動画をアップしていて、4リットル水槽とか8リットル水槽、そういった小さな水槽に使えるオートヒーターです。商品紹介的にはそんな感じなんですけど、なぜここに4つ並んでいるのか、そしてそれぞれ何が違うのか、実は全部違う商品です。気づいた方はいらっしゃいますか？まあこちらの右端のこれはさすがに違うの分かりますよね。サイズが他のと比べてでかい。これはねさすがに分かる。ちょっとこれ除外しましょうか。よいしょ。あ、ちなみにですね、この日装のプロテクトオートヒーター、見てください。この薄さ、なんと厚さが 11.5cm、 違った、 11.5mm、 1センチ弱ですね。長辺が 11.3mm、 幅は 4cm ないので、見てわかる通り薄型小型のヒーターです。しかも 20W、 8リットル水槽に使えるオートヒーター。さあではこちらの3つについてはどうでしょうか？見た目のサイズは3つとも同じです。厚さと長辺は先ほどの大きいやつと同じなんですけど、横幅が 2.4cm、 なんと指1本分よりちょっと太いぐらい、とてもコンパクトな製品だというのがわかると思います。さあ、だらだら喋って時間を稼ぎましたけど、この3つの違い気づいた方いらっしゃいますか？よく見ればわかりますね。サイズは同じなんですけど、本体に表記されている数字が違います。こちら 10W、 こちらも 10W、 こちらは 20W。 サイズは同じなのに、こちらの製品は倍の性能があることがわかります。ワット数だけ見ると、最初に除外したこちらの大きなものと全く同じ。つまりこちらの方が性能が高くて後発の商品だというのが分かります。というわけでこれも除外しましょう。さあ、そして最後の難関、この2つ何が違うんだ。見た目のサイズも同じ、ワット数も同じ、これこそ間違い探しっていう感じですね。何が違うんでしょうか？おそらくこの映像からは何も答えは出てこないと思います。全く同じだから。ただこの2つは本当に別の商品です。ではそろそろ答え合わせ。何が違うかというと、実は電源が違います。左側は AC-DC アダプター、そして右側は USB になっています。こんなの映さないと分かんないよって言われそうですね。申し訳ない。実はこれ両方とも日装さんのプロテクトオートヒーター。ただこちらのアダプタータイプのものは旧製品です。実はモデルチェンジしてニュープロテクトオートヒーターということで、なんとこちらの 10W タイプは USB になりました。なかなかヒーターで USB って珍しいですよね。アクアリウム用品は確実に USB 化の波が来ていますね。では最初に除外したこちらの2つはどうなんだっていうところなんですが、こちらも同じ 20W のヒーターで、大きい方が旧製品、小さい方がニュープロテクトオートヒーター新製品になります。こちらも旧製品の方は AC-DC アダプター、そしてニューモデルの方は AC-DC アダプターあれ、ここは USB じゃないのかって言われそうなんですけど、さすがに 20W となると USB では性能不足だったのか、 20W 版はサイズだけスリムになって電源は変わらずです。ただこのサイズ変更はすごいことだと思います。だって 10W と全く同じサイズですからね。この小ささ、薄さ、これで 20W ってすごくないですか？正直過去にレビューした時のこの 20W ヒーターのサイズ、これでも十分驚きだったんですけど、そこからさらに小さくなるとは思わなかった。このサイズであれば今話題のオールインワン水槽ペルコにも楽々設置できます。ペルコはこの水槽内じゃなくて、こちらのろ過槽にヒーターを設置するんですけど、この小さなヒーターだとイメージ的にこんな感じですねもちろん外につけるんじゃないんですけど、このろ過槽の中にヒーターを設置した時にサイズ感的にはこんな感じです。まあぶっちゃけ旧モデルの大きいやつも高さと厚さは同じなので、全然ペルコの中に設置できます。ただペルコは水中ポンプも LED ライトも USB なので、ちょっと 10W で性能は低いんですけど、この USB タイプのニュープロテクトオートヒーター、これを使えばなんと水中ポンプも LED ライトもヒーターも全部 USB で完結できます。ペルコに限らず、水量10リットル以下ぐらいの小型水槽であれば
十分活躍してくれそうなサイズと性能、ちょっと吸盤の位置と本体の長さの関係で曲面の水槽には設置しづらい面もあるんですけど、キューブ水槽とか四角い水槽を使っている方にはそこそこおすすめできる商品です。なぜそこそこかというと、ちょっと値段高いですね。ヒーターは全般値段高いんですけど、こちらの商品もちょっと高いです。それと購入前に気をつけたい点があります。これ見て大体想像つくと思うんですけど、購入するときに間違って買っちゃう可能性があります。実はパッケージがこちら、旧プロテクトオートヒータースーパーミニ 20W、 こちらニュープロテクトオートヒーター 20W、 こちらニュープロテクトオートヒーター 10W、 ちなみに旧モデルの 10W 版はだいぶ昔にパッケージ捨ててしまいましたが、ほぼ同じです。こんな感じでぶっちゃけこれお店で並んでたら全然見分けつかないんですよ。もちろん旧モデルの 20W はサイズが太ましいのでこれはわかります。問題はやっぱりここら辺ですね。これパッケージの色もサイズもほぼ同じ。見分けるポイントとしては、ここにニューの文字があるかないか。旧モデルはここにニューの文字がありません。これ購入するときは絶対注意してください。実は今回ニュープロテクトオートヒーターネットで購入したんですけど、なんとネットで購入したお店の方も間違ってました。注文時は間違いなくニューモデルを注文してたんですけど、送られてきたのは旧モデル。さすがにこのパッケージもうちょっと分かりやすくするべきだったんじゃないかなと思いますね。というそんなちょっとしたエピソードもありました。これはね、お店の人を責める気にはなれなかったです。ちゃんと問い合わせをして正しい製品を送ってもらいました。ちなみにヒーターとしての性能は可もなく不可もなく問題ないですね。実際にこの 20W ヒーターは現在15リットルぐらいの水量のメダカ水槽で使っています。普段部屋がそこまで寒くならないっていうのもあるんですけど、27度ぐらいをずっとキープしてます。 Twitter とかだとちらほら壊れちゃったっていう報告もあるんですけど、これはこのヒーターに限ったことじゃないので、このヒーターが壊れやすい製品かっていうのはちょっと判断ができないですね。一応過去動画でこの旧モデルの 10W と 20W 性能テストはしているので、興味のある方は下の動画説明欄から過去動画をチェックしてみてください。というわけで今回の動画は以上です。このシンプルデザインで超薄型小型サイズ、しかも 10W については USB 接続のヒーターになりました。小型水槽やってて小さいヒーター探している方はぜひご検討ください。一応下の説明欄にも商品リンクは載せてあるんですけど、特に楽天とかは新旧モデル混ざって表示される場合もあるので、買い間違いにだけはくれぐれもご注意ください。というわけで今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。